大きいなんですよ、大きい、ね、先週と一緒ですね。なるほど、元気あったやつ、まあ一緒ぐらい食べてる。うんちもじゃあ200から330個ぐらい出てるのかな。収集量ですね、だいたいそれぐらい出てる。出てます、はい、はい、水飲みますって何ぐらい飲みます。水多い時で30ぐらい飲んで、平均するとから20グラムぐらいは、20ミリリットルぐらいは飲んでます。まあでも、30ならいいですね、それぐらい飲んだ方がいいですね。すごい、なんかそれ1日飲まん子の方が多いからさ。多いよ、プロちゃん。本当は全然匂わないですね。はい、柱はちょっと美しいです。まあ柱はちょっと弱いから熱くなってるね。はい、ごめんね。100の2分で準備して、あとウェットブラシも。はい、じゃあちょっと血流を良くする治療をね、してから酸素の投与させてもらいますからね。ここはさ、まだかじりってるの？この横のところって消えない、ないところ。最近はやらないですか？最近はちょっとやらなくなるけど、はい、ですけど、まだ絶対揃ってないから。そうですね、明らかに分かりますもんね。それからあとリーフ、日本だな。まあでもいつも言ってるけど、もしさこれで本当にコントロールできたらすごいですけどね。なかなか一回こうコロナでできるとさ、コントロールしきれず手術しなきゃダメで、それで、まあ、手術がさもう答えられなくなっちゃうケースが多いんでね。まあでもあの足裏チェックとしてちょっと陰部の匂いを嗅ぐのは習慣づけといてもらうといいですね。出てなくてもやっぱり出てたら匂いますもんね、あの嫌な匂いがね。ほこり分あるのかなって感じでいくやつ。
ちょっと、吸入療法と酸素療法しますね。はい、お願いします。